い、どうも、コミです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブのホームからですね、お届けしていきたいというふうに思います。GWC 終わりました。ワクセプリウスさん、対戦ありがとうございました。あとはね、今行われている、ちょうどこの撮影中に行われている1位と2位の、クラのですね、結果を待つのみというところで、我々の順位が、まあ、2位なのか3位なのか、1位はちょっと多分ないかな。うん。まあ、多分2位に入れるか3位に入るかというところですね。楽しみに待っているところなんですけども、明かれたらタンゴール13の GWC、J2 になるんですかね、2位になったら。いやー、なんかどんどん上に行くのは嬉しいんですけど、緊張するな。やっぱり戦っていけるかな、すごいね。やっぱり不安もあり、期待もありというところで、あ、ぜひね、GWC 一緒に、戦ってくれる方いらっしゃったら、ウェルカムですね。ぜひね、タンホール13、お待ちしておりますんで、来ていただければな、というふうに思います。で、本日のテーマはですね、ちょっと難しい話かもしんないですけども、概念的な話になっちゃうんですが、前回をやっぱり撮りたいっていう、まあ、方が、たくさん僕のこの動画見てくださってると思うんですけども、なんで撮れないのかわかんないっていうケースよくないですかね。まあ、っていうか、僕自身よくそういうのにはぶち当たるんですけども、ただ、やっぱりですね、それでも、自分の中で一つ、プランニングをするときに必ず押さえておくことっていうのがあって、ちょっとそれ、今回はですね、そこに関して、お話をさせてもらえたらな、というふうに思います。で、今回この両太郎さんのちょっとアタックを見てほしいんですけども、これ残念ながら星2なんですね。で、どういうプランでいくかっていうのをちょっと説明する前に、なんで星2になっちゃったのかっていうところを、結論から言うとですね、このアタックって、今ご覧になっていただいているこの村全部の区画をどこを何で壊すかっていうところが、プランニング不十分だったと思うんですね。でもおそらくこれ多分、りょうたろうさん、野良戦なんで、本気で多分、細かくは考えなかったんじゃないかなっておそらく思うんですよ。この後見てもらう動画は、りょうたろうさんが逆に、きっちりと、村の隅々まで、ユニットを行き渡らせるプランニングをしてる動画も見てもらいたいと思ってるので、もちろんりょうたろうさんそれができる方なんですけども、今回は、たまたまそうじゃなかったっていうことはちょっとそう取り上げさせてもらってます。で、これですね、ここまですごくよく見えません？イエティとボーラーが、しっかり壁の中に入るような格好になってますよね。アーチャー、グランドウォーデン、オデヒの状態から、しっかりイエティたちに合流して、アーチャークイーンも壁の中に入っていく。ババヤンキングと、東海兵舎から来たペッカー、ウィザードが外周を歩っていっても、すごい完璧なサイドカットからのもう突入ですよね。もうこれ、ここまで見たらもう、これもう勝ち確なんじゃないかって思うぐらいの、場面だと思うんですけども、で、ホグライダーが出てきましたね。で、ホグライダーたちもこれ上に行ってます。こういう風に。で、ここまでご覧いただいて、どこが残ると思いますかね。どこが残るかっていうと、ここが残りますよね。そりゃそうだって感じですよね。そりゃそうだ。っていうことなんですよね。だからその、あれなんですよ。おそらく、このままワンチャンぐるっといい土地がここに入っていけるっていう、まあ、パティーンもなきにしもあらずだと思うんですけども、なかなかね、その期待っていうのはしにくいですね。こんだけ壁が厚いと。で、グランドウォーデンが、まあ、ついてないのか、ついてないから体力も低いし、中も壊せるユニットっていうのがアチャクイぐらいしかいないのかな。透析機に関してはなんか壁外から生きるんですけども、このマルチインフェルノばかりは壁の中に一層入らなきゃ壊せないので、ロイヤルチャンピオンもやられちゃった今はちょっとこれ厳しいですね。ミニエティが頑張ってますけども、ちょっとこれはもう焼け石に水という感じですかね。で、ここだけが残っちゃうんですね。というところで、やっぱりその全開を取りたいっていう風に考えた時に、イメージしておかなければいけないのは、何をどこで壊すかっていう、その村全体に対して抜け落ちちゃっている区画がないかっていうのを考えておく必要がめちゃくちゃあります。で、自分の過去の動画ちょっと見てもらうとですね、サービス終了編成系の、ドバ出し系の戦術の中で何度か お伝えもしていたんですけども、必ずユニットが壁を殴らずに全ての防衛が壊れるように、ジャンプとかクエイクを使っていかないと、このサービス資料編成ってうまくいきませんよねっていうことを言っていて、
で、それっていうのは別にイエティとかでも同じなんですね。こんな風に、やっぱり、壁に囲まれたある一区画を処理できるユニットを準備しておかないと、今みたいに残っちゃったりっていうことがやっぱりあります。で、一方でこれですね、あと3本ちょっと今日見てほしいなと思ってるんですけども、りょうたろうさん、まあ、ボスって我々呼んでるんですが、ボスがですね、取ってくれた、この、ボス皿に関しては、もうさっきみたいな、残る区画がないんですよ、マジで。すごいね、綺麗に、壁をしっかり処理して、で、東華弊社からのリアルチャンピオンっていうのも使えてます。どんな感じかっていうと、ここですね、ここ。ここに関しては、イエティで行くんですね、イエティで。で、こっちに関しては、東華弊社とロイちゃん当ててくるんですね。で、今日この12時に集結させて、全開というようなプランニングになっていってます。まあ、なんせね、このね、ボスのアタックはめちゃくちゃ安定するんですよね。無理をしないので、やっぱり。プランニングがもうしっかり決まるような場面だと、本当に安定感が高いというか、やっぱそういうところがね、性格出ますよね。僕なんかは、結構ね、雑で、調子のリーダーで、最近ちょっと愚痴っぽくなりますけどね、ポンコツのボンクロで全然全開取れなくてですね、ちょっと周りのメンバーにも申し訳なくて、そろそろ頑張んなきゃなっていうふうに思ってますね、本当。はい、まあどうでもいいや、そこはね。これからですね、ジャンプでここインするために、もう見てください、このサイドカット。超うまくないですか、ここ。きっちり削ってやって、この家来たしかもう、こういうね、本当に安定感のある攻めは、本当にもうボスのもう真骨頂ですね。そこにしっかりイエティボーラーががっつりそれずに入っていきます。うわー、美しい。で、東華弊社、9時方面に出して、ここに関してはペッカビザードで潰していくんですよね。で、ロイヤルチャンピオンでここを、処理していきながら、中央部に関してはもうご覧の通りですね、ここ。もう完全にイエティが暴れまくってますね。よいしょ。で、ちょっと残ったところ、こういうところですね。これ、ホグライダーが処理してくれます。こんな感じで。これもちゃんと分かってますよね。だからこそここに投下を出してるんですね。おそらくこの9時方面が残るだろうなというところで。で、あとは、全ユニットが12時方面にこう集結していって、これ見てもらうと分かるんですけども、ほぼほぼ壁の中に残ってる施設っていうのがないんですね。まあ、ロイヤルチャンピオンが、ホグライダーがもう少し多分長生きする前提で考えたんだと思うんですけども、これですね、壁の中心部から一気に外側の防衛を全部射抜けちゃうと、まあ、この辺はちょっとね、これまあベビドラをそんなに僕称賛するつもりはないんですけども、ちょっと多分この壁の外側のここだけはケアしきれなかったのかもしれないけど、まあ、それぐらいはいいですね、別に。残っても大砲1個とかだったらもうこんな感じでウィザードが焼いちゃってますしね。で、これもそう、アチャ島とか、迫撃砲ですね、しっかりとアーチャークイーンがリーチしていって全開という感じです。で、こうなってくると壁を壊す時間もかからないので、まあ、時短にもなりますし、あとやっぱり村全体がその抜け漏れなく壊せる、プランニングになってるとユニットが行ったり来たりしませんよね。だから右往左往しない分、やっぱり前進もう前だけ見てろ系のあれですね。前だけ見てろ、で前だけ見ることができるんでめちゃくちゃ強いですね。後ろは任せろみたいな感じで、もうそれぞれのユニットがこうね、どこは俺に任せろ、どこは俺に任せろみたいな感じで言ってくれるってことですね。で、マサさんのアタック見ていきましょうかね。これも同じですね。どういくかっていうと、これまたすげえ僕はヤンキーに見えたんですけど、ガツンとここ、イエティ、ネクロ、ボーラーを面で出して押していきます。これも、ほんとすげえなって感じで、バットのアタックスペルっていうのを、ぐーんとここからね、回していくんですね。そうすることによって、ここまでは、このイエティとボーラーで見るんですよ。で、こっち側は、この、バットで見るっていう感じ。こんな感じですね、イメージ的には。これで村全部を、ちゃんと把握っていうか、その、なんていうの、村全部、抜け漏れなく、壊す、プランニングになってるというところですね。いや、見事ですね。しっかりと、ウォールバスターがタウンホールまで、突っ込んでいって、レイジをかけてイエティで潰すと。中心部に入ったアジャークイーンが、いい仕事してますね。相手の防衛軍もしっかりとこれで処理をしていきながら、まだイエティたちが生き残っていて、ロイヤルチャンピオンこれですね。虹側から出していってます。で、ロイちゃんが投石のターゲットとかを取ってくれている間に、バットを回していくんですが、1個目のバット、
フリーズちょっと早かったかな、これどうなんだろう。2個目のフリーズ打ってきますね。コウモリの数が若干減っちゃってますけども、まあ、こいつらがいるおかげでロイヤルチャンピオンが結構ダメージを受けずにやってますね。このフリーズは何だったんだ対空砲を狙ったのかな、あ、違うか、ババキン狙ったのか。じゃあ相手のロイちゃん狙ったのか、これを狙ったのか、うまいな。そういうことか。で、ちょっと倒しきれなかったけども、ワンチャンロイちゃん対ロイちゃんで、相手のロイちゃん処理しちゃおうということだったんでしょうね。で、ちょっとね、残ってしまったは残ってしまったんですけども、ここ。でもまあ、言ってももうアーチャークイーンと、あとイエティ、あとネクロマンサーもいるので、もうこれで押し切れちゃったっていう感じですね。コウモリの呪文で本来壊すべきところが壊せなかったけども、壊せなかったからといって、それで終わりってわけではなくて、この中央から入ってきたこっちの部隊ですね、こっちから来た部隊が、余力を残していれば、若干残ったところも、こうパンチして、壊していってくれちゃうという感じですね。なので、区画ごとの、何で壊すかというところを考えておくというのが大事な、まあ、理由がそこですかね。で、ちょっとまあ、この残り24秒で1個お話ししたいことがありまして、バルーンとかディガホグとかを使う場合っていうのは、特にホグライダーもそうなんですけども、なんで全開戦術としてこいつらがよく使われるかっていうと、その壁を無視できるからなんですよね。まあ、それはそうだって話なんですけども。そうすると、さっき言った壁で囲まれた区画、1区画が残っちゃうっていうケースが基本的にはなくなるわけなんですよね。もう、力尽きるか押し切るかのどっちかなんで、っていう意味で、昔から全開戦術っていう風には言われている戦術で流行っているバルーンとか、ディガー、ホグライダー、これが多い理由はそこですね。壁の穴開けをどうこうっていうのを考えるんじゃなくて、もう完全に、何?ルート作りと、あとは、相手の防衛の火力で考えていけるっていう。だから考えをちょっと変える必要があるんですよね。そのディガーホグとイエティ使う場合には。ディガホグはもう本当にもうルートを作って、火力の集中帯をどう切り抜けていくかっていう、まあそこになってくるし、イエティとかこういう壁にどうしても影響されるユニットを使う場合には、壁の、一部分が残っちゃうようなプランニングはしないというところですね。ちょっとくどくなりましたけど、まあそこがすごく大事かなという気がします。で、ラストですね。さあこれ。見ていってもらいたいと思います。自分のアタックですね。今回、星6でした。なんかね、本当に、カンクラでやると取れるんですよね。なんだろう、リラックスするからかな。ちょっとわかんないですけどね。で、この戦術のポイントは、ここ、イエティで削っていきます。ですね。で、ここ、今壁開けたの分かってますよね。ここ壁開けたじゃないですか、ここ。ここね、キングでこう蹴っていくんですね。サイドカットしながら、この、マルチインフェルノが、残っちゃうので、ここにしっかりとキングが当たるようにしていくと。で、こっち側は何かっていうと、豪華兵舎、プラスロイちゃんですね。こうすることによって、最終的にはまあこの辺にみんなこう集結してくれたらいいかな、みたいな、まあ、そんな感じですね。で、こうすることによって、このね、マルチインフェ結構嫌なとこにあって、これ壁ちゃんと開けてババキンで殴んないと、完全に孤立して延々とこいつが残っちゃうっていう、まあ、最悪のパターンに陥れかねないので、そこは気をつけました。で、しっかりですね、ペッカからのイエティ、これはもう綾瀬さん式って呼んじゃっていいのかな、わかんないけど、綾瀬さんが紹介していた、ボーラー使うと結構逸れちゃうケースが多いんですけども、ペッカイエティなら基本、外に逸れていったりはしにくいので、いいですね、この瞬間で、これ、相手のマルチインフェルノ、今、ババキンがこれ処理しましたね。こんな感じで処理していったんで、これ、イエティとか、ペッカがこっちに逸れる心配がなくなるんですね。もうあとは、しっかりと、中心部に向かって攻めていってからは、4時方面に集結していくと。今、これ、ロイちゃんとホグが来てますね。これがちゃんとこう、ホグに先導されたロイちゃんが、相手の投石機、イーグル砲を壊していくと。いう感じですね。はい。で、最終的には、この、4時方面に全部のユニットが集まっていくような、まあ、そんな形のプランニングになってます。どうですかね。この壁がちょっとね、あって、この壁を外どうすんのこれっていう風に言われちゃうかもしれないですけども、ここに関してはもう惰性ですね。ここまでちょっと見てません。壁の中にある施設をまあ見るんですけども、外側までちょっと見切れなかったかな。で、まあ、実はこれ一生懸でですね、マサさんが攻めてくれたアタックをなぞっているので、もうマサさんありがとうございますという感じですね。ごっつぁんゴールを決めさせてもらいました。ありがとうございます。
で、まあそんな感じです。もう一回まとめると、ここですよね。ここに関してはイエティ、ここはまあキングで、こっちはロイヤルチャンピオンと、あとホブですね。ホブで削っていく、まあ、こんな風にざっくり画面の中を全部こう見ていて、じゃあここはだからあれか、グランドボデのオーデヒーか、グランドボデこれですね、G さんが削っていってくれるという感じですね。だからまあ残っちゃったのはここのところなんですけども、まあ、ここに関しては最後惰性で、まあ、ロイちゃんがおそらく残るだろうなと思ってたんで、まあ、予定通りですかね、ロイちゃんでガッツンとこう削るっていう感じですね。伝わったでしょうか。ちょっとね、だいぶ細かい話をしたんで、もしかしたら伝わりにくかったら申し訳ないなと思いながらいるんですけども、言いたかったのは、よくですね、イエティとか使って攻める場合になんで全開いかないのか分かんないっていう、方がいらっしゃった場合には、ぜひですね、ちゃんと全部の壁の中の施設にユニットが行き渡るようにプランニングしてるのかなってところをぜひ考えてもらいたいと思います。ジャンプがここにかかっちゃって、この部分壁の中に入れるユニットがいませんとか、もう壁を壊さなかったらここまで入れませんみたいなね、パターンにしちゃうとやっぱそれ良くないので、必ず壁をの中の施設を何らかのユニットがちゃんと壁の外からでも、壁を壊すのはクエイクで壊してでも、ジャンプで乗り越えてでもいいので、必ずアプローチできるように、穴場を作らないこと、これが一番プランニングする上で僕は大事かなと、まず基本として大事かなと思っているところですので、ぜひね、ペッカ ET とかをたくさん使う方には特に覚えておいていただけるといいポイントになるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければですね、ぜひ参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、タウンホール13だけではなくて12、11の動画もですね、どんどん上げていきますので、これからもぜひぜひご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。そして我々 JWC 加盟してやっております。結構ね、楽しいです JWC。 みんなでこう団結してね、ボイチャなんかもしながら、ワイワイとお祭り気分で、まあ、最近やれるようになってきて、もう最初のね、1シーズン目はもうボッコンボッコンにやられて、で我々もムードめっちゃ悪くなったんですけども、やっぱり2シーズン目になってくると、こう、肩の力も抜けてね、いい感じになってきていて、まぁ、J2 になったらなったで、また、今度は15人がマストなのかな。なんで、5名、新たに選抜メンバーを加えていかなきゃいけないというのもありますし、まあ上に行くことだけが全てじゃないと思うんですけども、なるべくね、強く楽しくやっていきたいというのが我々のクラブのモットーでございますので、ぜひね、興味がある方はお気軽に、まずは、お試しからお越しいただけたら嬉しいなというふうに思います。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。